動画をご視聴ありがとうございます。今回は歌手の和田アキ子70が俳優の伊勢谷友介について言及したことを紹介していきます。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。和田は12日日本放送ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減2000回に出演。大麻取締法違反所持の疑いで現行犯逮捕された俳優伊勢谷友介容疑者44について、ダメだってわかってるのになんでと首をひねった。トーク中自ら伊勢谷容疑者の話題に触れ、伊勢谷さんお会いしたことないけどダメだってわかってるのになんでと疑問を投げかけた。改めて伊勢谷容疑者の逮捕のニュースを取り上げた際にも、みんなが喋りまくって私は喋るのも嫌でと話し、いずれにしても芸能界の薬物汚染が一向に収まらない状況というニュースの文面にも、ふざけるなバカ野郎って感じ。いつもこう言われる、いずれにしてもって、いつも言われる芸能界はと怒りをぶちまけた。アホや来年からこれだけ捕まったり仕事なくしなり違約金払ったりしてわかるはずなんだけど、なんでなんだろうと首をひねり、まして都知事の小池さんと写っている厚生労働省の仕事なんて調べるでしょ普通。私なんかコマーシャルやるときは責任を持つもんね。酔っ払ってどこかで潰れるのもダメだしとまくし立てた。これだけ今や事件でも誰か目撃者がいる。スマホで一般の人が撮ったりもするから。それなのに犯罪ダメだって言ってるんだから法律で、海外は海外、日本でダメだって言ってるんだからと言及した。皆さん今回の記事はどのように感じましたか？また今回の記事を受け、ネットでは様々な声が上がっている。これだけペナルティもあって失うものも大きいと分かっているのに、やめられないのが薬物なんだね。最初に手を出さない、これが一番大事だよね。すぐにやめれるなんて絶対にありえないと思っておかないと。手を出したら人生終わり。薬物が商売になる以上永遠になくならない。元を絶つしかないな。世界の流通末端価格を紙くず同然の価格にして割に合わない商売に向けていかないとな、と厳しい声があった。皆さんの意見や感想をコメント欄に記載して、みんなで盛り上がりましょう。